なんか明らかに見た目やばい仮面ライダー来てんだけど、どうもレオンチャンネルです。月末恒例の新おもちゃの情報解禁がありますよっていう風にめっちゃコメントもらって、確認しようと思っておもちゃウェブ来たら超かっこいい黒いライダー来てんだけど、これがついに狩崎仮面ライダーかと思ったらめっちゃバイスだよね。よく見たらバイス裏切るのかお前。仮面ライダージャックリバイスに変身でデラックスローリングバイスタンプ、10種のバイスタンプをスキャン可能で、この辺にエビル的なペンキを塗りたくったようなデザインが入ってるってことは、何かエビルも関係してくるってこと？とりあえずハザード的な、まあ暴走というか、リヴァイがバイスに乗っ取られる形っぽいっすよね。ジャックって書いてあるし、なので造形としては右半分リヴァイのままなんだけど、クラッシャー周りもリヴァイ的な要素がありつつ、こっち半分がバイスの髪の毛の尖ってる造形になってて、この辺のラインとかもパープルからブルーに変わってる。それ以外はちょっとまだわかんないけど、この辺右肩にもバイス要素がありそうだな。いや、さすがにタイミング的にバイスがもう裏切るとは思えないけど、でもさ、このバイスのカラーリング見るとそのままバイスが仮面ライダーになってる感ありますよね。あ、わかった、マスク取るのか、ついにこのタイミングで。リバイス系のガンクはもう3月に中間フォームが来るだろうから、そこまで何も出ないと思った。カリザリ変身ベルトが2月とかに発売したりするかなと思ったけど、リバイス系新ガンク来た。仮面ライダーリバイスに登場の仮面ライダージャックリバイスへのパワーアップ変身アイテム、デラックスローリングバイスタンプ、ローリングバイスタンプのローラーを回転、スタンプ台に押印すると変身待機音で、あ、ちゃんとスタンプある。でローリングってことでここが回転するんだ。でグリップがあって、上側にバイスタンプをはめられるって書いてあって、連動するってことはここに赤外線送受信があるんでしょうね。でバイスの目かな、トリガー操作とローラー回転で発光&攻撃音が鳴る。バイスタンプをベルトに押印で、おお、もうなんか口と目がバイスでありながら暴走してる感。まあ暴走フォームはね、もうみんな飽き飽きしてるから暴走って感じじゃないと思いますが、まあ乗っ取りフォームなのかな、乗っ取りゴーストみたいな、ネクロムスペクター的な感じ。本当に押印面もだいぶ絵柄変わってんな。そしてサウンドはローラーを回転、カモンローリングバババババイスで、バイ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 ス。お、もうリヴァイって一切言ってない。ベルトにセット、バイスタンプを倒すとスタンプ台が回転、発光変身でバイスアープ、がっつり乗っ取り黒塗り仮面ライダーリバイス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 で、もうバイスに乗っ取られてんじゃん完全に、変身音も含めて。え、バイスが裏切るとは思えないんだけど、まあずっと裏切るだろうなっていう予想があったんだけど、今回あのバリッドレックスとさ、ボルケーノの2段階のパワーアップでイッチとの信頼度がすごい上がって、え、ここでバイスが裏切ったら結構僕ショックなんだけど。必殺技バイススタンプを倒す、スタンプ台が回転、バババババイスバババババババイスで、もうリヴァイどこ行った、ローリングスタンピングフィニッシュ。さらにヌリヌリミックス、ヌリヌリミックス、あ、ヌリヌリとリミックスをかけてるわけね。バババババイスでトリガーを引く、ヌリヌリミックス、バイススタンプを倒すとナックルアープ、必殺ローリングゴーイングドローイング、ベルトから取り外してヌリヌリリミックス必殺、ベルトから取り外してバイスタンプをトリガーで引く、ベルトから取り外す、で相手にこれでローラーでヌリヌリするわけか。ローラー必殺、ローラーを回転してトリガーを引く、バババババイスでナックルアップ、ローリングライダーパンチ、バイスのセリフを収録、あ、もうバイスのセリフを収録、お前の体は俺っちのもの、おい裏切るじゃん完全に、裏切りは悪魔の得意技だ、おいマジか。ちょっとエビルの何か要素が入って
操られるような形で裏切るんじゃなくて、ちょっともうネタバレきたネタバレきた、まさかの。ちょっとここをモザイクかけて欲しかったセリフは直前解禁でよかったんじゃないか。俺っちスイッチワンパンチ変身しようぜ。うわ、もうやられた、裏切るじゃん完全に。でもさ、バイスここに来て本当に一気の悪魔なのかっていう疑いが出始めてるんですよね。自分に関することに興味がないのにバイスに興味があるってことは、もしかして一気の悪魔じゃなくって誰かの悪魔説があるんじゃないかっていうのがちょっと今疑惑出てきてますよね。え、マジで？なんで裏切るの？ローリングバイス、ここ発行するのかな？全面クリアパーツ、あ、全面どころか全部クリアパーツだ。半透明だからそこは悪魔っぽい状態になってるわけね。がっつり乗っ取り黒塗りリバイスバイスバイスってことか。うわー、マジで楽しみマジでどうなんの。でももうバイスタンプの形何でもありになってきたね。でもこっからこの黒塗りを要は抑えるパーツっていうのがなさそうだよね。何かどこかと連結する、要はバリッドレックスはもともと何か横に連結するっぽいジョイントがあったりとか、まあ恐竜が口開いてるから炎じゃねみたいな感じで割と僕らにバレておりましたが、今回はなんかもう取っ手があるし連結する感ないけど、あ、でも上か、上にバイスタンプをはめられるから増設してく、ここにボルケーノ乗せてく感じ、増設して中間フォームみたいなことがあったりするのかな。意外、2月は新ライダー来るかと思った。誰かしらの、あとはバイスタンプスキャンでトリガーを引いてレックスっていう風になるってことはやっぱり赤外線操縦心あるね。まあ、あとはさ、その数字が入ってるキャラクターが変身する一気とか大事とか、さくらは数字ないか、ヒロミで3とかね。なんで玉木5の5でフリオは変身するんじゃないかみたいなこと言われたりしてますから、もしかしたらフリオかジョカリあたりが変身するのかな2月はって思ったけど、そんなことの前に暴走じゃないね、乗っ取り変身来ちゃったよ。これだけだよね、他の情報解禁は来てないので。デラックスローリングバイスタンプ2月12日発売ってことは、今週末30日にヒロミ編の後半、6日にバイスが裏切って13日にジャックリバイス変身かな。ってことで皆さんはどういう展開予想をしますでしょうか。とりあえずこのリンク貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。ジャックリバイス見た目は相当かっこよさそうね。以上、デラックスローリングバイスタンプの情報解禁動画でした。